今日も知識で増するナレッジアーマードです。今回は勇気爆発バーンブレイバーン、前人未到じゃない話題騒然空前絶後のバーン勇気爆発バーンブレイバーンのお話をですね、小麦粉指導させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結局前人未到とか言っちゃったよということで、今ネットでは話題騒然になっておりますバーンブレイバーンですね。こちらがすごいっていうことで、どうですか小麦粉氏。いや、おすすめしてもらって見始めたんですけど、ちょっと見たことないでしょ。なんだこれは。なんだこれはなんですよ。ちょっと私あのプシュッとやらせていただきます。ね、乾杯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 。はい、ということで、2024年の1月11日から TBS 系列でやっております。一応3月28日が最終回の全12話の予定ということで。サイゲームスですね。サイゲームス原作ということで、のオリジナルアニメなんですが、これがですね、サイゲームスっていうのはもともとゲーム原作のアニメは作っていたんだけども、ウマ娘とかね。そういった、もともとゲームがあったものを原作としたアニメは作っていたんですが、全くもってオリジナルのアニメっていうのを手掛けたのが初めて、この勇気爆発バーンブレイバーンが初めて、サイゲームスが手掛けるオリジナルアニメっていう、これいいんですかっていう感じのノリなわけですね。はい。これが、それが衝撃だったんですが、内容も衝撃だったわけですよ。内容すごかったですね。これっていうのはさ、かつて90年代とかにずっとやってた勇者なんとかっていう、そういう喋るロボットが縦横無尽にこのね、可動域とかを無視した動きをしてめちゃくちゃ活躍するっていうシリーズのロボットアニメって見たことないでしょ。ないですね。そういったロボットアニメの系譜があってですよ、勇者シリーズっていうんだけど、はいはい、その例えばエクスカイザーとかファイバードとかそのあとマイトガインとか勇者ライディーンとかなんとかとかなんとかっていうね、そういったのをそれを一切合切手掛けてって言った方が今回の大張正美監督なんですね。で、大張正美監督っていうのはこのロボットものに非常に定評があって、でこの方の考えデザインしたロボットっていうのはちょっと特徴的で、結構そういうロボットなんだけどちょっとなんかどっか人間っぽい有機的な雰囲気がするので、あの大張さんの、考えたメカなんでバリメカって言われてるジャンルなんですよ。で今回もまさにバリメカの真骨頂なんですね。で我々が、まあ我々というかその小麦粉氏が知ってる範囲で大張さんが手掛けたアニメといえばですよ、はい、すごいよ、ビッグタイトル続くんでちょっと本当に、うん、耳をかっぽじってよく聞いていただきたいんですがコードギアス反逆のルルシュ、やってるんですよ。あとはガンダムエイジ、これは見てないかもしれないけど、あと、はい、ガンダム鉄血のオルフェンズやってるんですよ。あとですね、ポプテピピックのあの合体ロボの回大好きでしょ。はい、あれ大好きでしょ。あれかあれやってんすよあれやってるんすね。あれあの人なんすよめちゃくちゃクオリティ高い。それは好きに決まってるでしょそして何を隠そう、先日までやっていました機動戦士ガンダム水星の魔女もやってるんすよ。いやー、なるほど。なのでこの方はもうに我々の預かり知らないところで我々の精神的支柱にめちゃくちゃ入り込んでる人なんですよ
全然知らなかったですね。でしょ、そんな方が手掛けた、はい、仕掛けた再ゲーム、再ゲームがそんな人に声かけてこんなアニメ作ってるって、もうそれは界隈がざわめくにも程があるわけですね。そうですね。ね。っていうこともさることながら、この世界観的にはそのいわゆるさっき言った勇者シリーズ、あとはあの有名なのはトランスフォーマーみたいな、うん、ああいうあのハリウッド映画化もされてるような、あえてああいう巨大ロボット生命体っていう概念があるじゃないですか、はいはい、ロボットなんだけど、まあ、生きてる生き物みたいな感じに、ね、喋ってな動きも滑らかでみたいな、巨大ロボット生命体の系譜をこのその世界観を持ってこのいわゆる押しかけ女房じゃないけど、うんうん、押しかけボーイズラブっていう形にして昇華しているっていう誰も見たことない作品になってるわけですねそうで、さらにそこにこれまでのロボアニメとかいろんな特撮とかそういった名シーンをオマージュしたシーンを多く取り混ぜることによってそれをパロディにして表現しているという、というすごい意欲作なわけですね。なかなかすごい。すごいでしょ。これ、はい、こういうことよく考えたなっていう。確かに。うん、でこれで、ね、今私8話、まあ最新8話目まで見た上での、まあこれがその今流れを話していくんだけども、まあ小麦粉は7話目まで見たわけでしょ。そうですね。でも7話目ですっごい物語のがすごい転換点を迎えたじゃん。はい。なんだけど、まあそれは置いといて、とりあえず1話目からの流れをちょっと復習していきたいなというところなんですけどもそう、なんで、まあ、1話目の途中まではすごいシリアスな展開な、なんていうか近未来、なんつうの、ロボアクションみたいな、近未来ミリタリーロボアクションみたいなところがあったじゃないですか。そうですね。なのに1話目の B パートのしかも後半ぐらいにガラッと作風を変えてくるわけですよそういうギミックねで、はい、そこにみんなうわーってやられたわけですよそもそもね、あのタイトルが勇気爆発バーンブレイバーンというよくわからないタイトルなのに、なんかすごいシリアスなミリタリーもので始まる意味もわかんなかったしでそこで B パートの後半になって、ね、助けに来たぞっつって急にわけわからんロボットが出てきてどんでん返ししてくるっていう展開もポカーンとするしですよね。いやー本当に、うん、だからこれって置いてかれてましたよね。そうなんですよ。これって今までのその勇者シリーズを知らない世代にもなんじゃこらって思うし、勇者シリーズを知っている人たちもその流れで突然入ってくるわけってなるわけだしだし勇者シリーズって別にああいうギャグテイストでもないし、別に全然でだから全ての視聴者をもう置いていく展開っていう感じなんですよね。はい、うん、というところで、みんなってなる展開が始まってですよ。でこれってすごいメタ的な作り方をしていてじゃない、やっぱりだからでしょ。もう1話目でもうドギモ抜かれたのは、我々がもう一発うわーって思ったのが、このその主人公キャラが現れて大活躍を始めるときに主題歌が流れるわけですよ主題歌大体普通流れて、まあこれっていうのはまあテーマソングというか、まあこんなこういう感じで活躍してますよっていう感じでやるんだけど、実際にその場で流れているっていうそんな設定聞いたことない。聞いたことないでしょ。さっきから何なんだこの曲はっつって
ビビるよね。でだし決めポーズの時に後ろにエンブレムがドバーンって出るんだけど、それも実際出てるっていうね毎回、しかも毎回ですよ、毎回。そうで、それで地上に降り立つ時にそのエンブレムがファーッと消えていくっていう、この演出が全部、メタ的に表現されてるっていうのがもうとんでもないなっていう、こんなアニメ見たことないんですよね。そこの気づきってなかったな今まで。なかったなと思って、あ、これっていうのは本当に流れてたりすることがあるんだっていうねBGM じゃなくて、そのイメージソングじゃなくて、自分の主人公、自分のこの活躍する時のあれとして、なんていうか、要するにこの進軍のラッパのように鳴らしながら出てくるもんなんだっていう、うんうん、全く新しい、ロボットアニメなんだなと。そうですね。いやーすごい、その視点がすごい、すごい、すごかったですよ。でそこでもまあみんなめちゃめちゃやられ、あのあっという間にあの気持ちを持ってかれてしまってですね、あのやっぱその1話目だけでももう何回もこうあの繰り返し見るほどのファンがついてしまったっていうすごい。いやな、いや置いてかれましたけど、うん、やられましたね。そうですよ。で実際僕もですね、私もあの3回ぐらい見返したですねそんなに見たんですか。しかも投資で結構だからなんつうの、ブレイバーンは結構何にしろ優秀なやつなんだけど、どこか不穏な表情するじゃん。確かに。なんか不気味じゃない、なんか企んでんじゃないかって気がするじゃん。はい、うんうんって言いながら、はい、これが今後ひょっとしたら実は何かがあるんじゃないかって気にさせるっていう、そもそも表情はなんかこう、なんかその主人なんで、なんか正義のっていう感じじゃなくて、なんかちょっと悪役っぽい顔してんだよね。なんか真の目的は別にあるみたいな感じの。そう、あのイサミに執着してるっていうのもそうなんだけど、なんでイサミに執着してるのか、そのイサミが自分をブレイバーンのこと知らないで、なんで俺のこと知ってるんだって言っていることにも、え、お前俺のこと知らないのかっていう感じじゃなくて、知らなくてもいいんだ、当然だ、それは当然だみたいな感じっていうか、全部知ってるんですよブレイバーンって。確かに。だしいろんなシーンにおいて大丈夫だ大丈夫だって言うんですよ。こうすれば大丈夫だ、これを勇気さえあれば大丈夫だっていうことで持ってやっていけば、ちゃんとブレイバーンの言う通りになっていくので、これはひょっとしたらタイムリープものの何かの要素も含んでんではないかなって感じもする。だしブレイバーンの正体は実はこの中にいる誰かのなのかもしれないし。うわ、そうなったらめっちゃ面白そうですね。で一つの考察としては、ひょっとしたらスミスかもしれないと。未来の、未来から来たスミスかもしれない。未来から来た、うん、そうっていう。だからあのエンディングソングからしてもなんか何を見せられてるんだっていう感じがするじゃないですか。そんなちゃんと理由があるエンディングなんですかね。分かんないけど、ネタでしか見えない。そうでしょうね。あの荘園の肖像、あのイサミとスミスのホモソングですよね。何を見せられているんだっていう気持ち。そうな、俺は何を見せられてるんだなって気持ちになるわけですよ。で。そういった、まあ、考察もあるのですが、まあ、ちょっとそこはまだ原作なしのアニメなのでまだわからないけど、憶測の範囲は出ないんだけど、まあ、そういった可能性もありつつ、世界観の おさらいなんですけど、この世界っていうのは今の現代世界よりも結構科学が進んだ世界でね、
そうですね。あの最初のモノローグでも言ってたけど、そのヒーローになりたかったと、なんかそのロボットに乗って戦うヒーローになりたかったっていうので、そのそれがちゃんと具現化した時代っていう感じ、ちゃんと実用でそういったああいう人型のロボットを買って、ね、ちゃんと戦力になるまでのレベルになっているっていう、まあ、近未来、うん、でそれがティタノストライドって言われているっていう TS って言われている、いわゆるそのガンダムでいうモビルスーツのようなものとしてのことですね。で、リムパックとい うこのあれですね、日米合同軍事演習ですよね。あのハワイのオアフ島でやってる、合同軍事演習中に地球外勢力からの攻撃を受けたことによって、この物語が始まっていくというところなんですが、でそこで、助けに来たぞイサミって言って、イサミのことを知っているブレイバーが現れて、これは一方的にイサミ青に恋愛感情を持っているっていう。でその後、まあ、スパイ容疑をかけられて、なんであいつを通じてるんだっていうことで CIA の尋問を受けるわけですよね、イサミは。で、あのハゲてるおじさんはあれ、あのアロハシャツのおじさんはあれ、長さんですよね、声が。長さん。あれですね、ワンピースのブルックですね。ワンピースのブルックやってたり、イライライバーのワンワンやってる人ですね。ああ、なるほど。うん。で、このジョーさんは、ルルが現れた時も、スペリビアが、降伏した時も同じ尋問をやってるっていう。すいません。花粉症だ。失礼しました。はい、大丈夫です。私も花粉症です、はい、薬飲んでます、うん、で主人公がイサミアオ、陸上自衛隊の三等陸尉、いわゆる少尉ですね、少尉さんですね。で、24歳で少尉っていうのはめちゃくちゃエリートですね。あ、そうなんですね、はい、普通なれないで、声優さんが鈴木亮太さんで、京アニの鶴音とか、ドクターストーンの流水とか、あと地獄楽にも出てますね、この方ですね、はい、で、ダブル主人公のもう一人のルイス・スミスですね、が、アメリカ海兵隊の少尉ですね、少尉なんですけど、はい、7話において注意に昇進っていう、はい、で、彼も24歳、うん、エリートですね。で、声優さんが、浅上洋平さんですね。この方はですね、小麦粉氏も大好きな機動戦士ガンダム水星の魔女のグエル・ジェタークですね。あー、うん、なるほど、グエルなんですよ。なるほど。で、あとはあれですね、ジャンプラでやってるあの鴨の橋ロンの、主人公鴨の橋ロンの声やってます。あ、そうなんですね。最近主演も増えてるっていう感じですね。へえ。で、そこで忘れちゃいけないブレイバーンですよ。ブレイバーンの声の人すごいんですよね。この方鈴村健一さんなんですけど、いや、さすがに知ってます、ね、知ってますか。知ってますよ、ちょっと言ってください、誰ですかこの人は。自分の中だと、うん、あの銀魂の沖田とかのイメージが強い。あ、そっちなんですね。僕の場合はですね、うん、最近あの勉強してるあのガンダムシードの新アスカなんですよ。そうなんですね。いや、なんかそういう超有名どころに導いてる。そうですよ。あのガンダムシードディスティニーの新アスカとブレイバーンの声が同じ人なんて全く思えないんですよね。
新ハスカって少年の声でブレイバーンってすっごいなんかもう正義のヒーローの声してるじゃないの。しかも、うん、主題歌まで歌ってるんですよ。ちなみにあの鈴村さんの奥さんは坂本真綾さんなんですよ。坂本真綾さんはあの、え、あの、エヴァの、あれですね、マリン、あれですね、マキナミマリですね。マリニャンですね。すごいですね。っていうね。すごい夫人でやってますね。で、新アスカ、元いブレイバーンは身長9メートルなんで、ガンダムでいうモビルスーツの半分ぐらいの大きさですね。ああ、意外とサイズ感的にはそうだね。だからあれに近い、パトレイバーとかに近い。パトレイバーもそんぐらいなんで、モビルスーツは人間を10倍にした大きさなんで18メートルあるんですよ。はいはいはい。そして、必殺技が勇気一刀流奥義ブレイブズバッシュ、もしくはブレイブシバババーン。長い。名前がすごい。で、戦う時にババーンと水産バーンブレイバーンという主題歌を流しながら戦う。わけわかんない。そして、飛行形態になるときはブレイサンダーという名前になります。で、まあ、あとはメカの、ことをお話しすると、その全くその、デスドライブスに歯が立たなかったティタノストライドっていういわゆる TS というものはですね、自衛隊的な言い方にすると24式機動歩兵、なんだっけ、機動歩行戦車戦闘車、24式機動歩行戦戦闘車劣化汎用型っていう名前なんですね。はいはい。でこれってアメリカの方は M2 エクシードライノスっていう名前なんですが、これって全部、コードネームみたいなのがついてるじゃない。ついてますね。そうで、これが全部巨人の名前なんですよ。あ、へえ。っていうのもティタノストライドのティタノっていうのはティターンなんで巨人なんですね、そもそもが。でアメリカの TS っていうのはタイタンっていうので、タイタンも巨人でしょ。で、日本の自衛隊はダイダラなんとかなんですよ。ダイダラ1、ダイダラ2。これダイダラボッチから来てるんですよ。そうですね。なんで全部巨人の名前を使ってるんですよね。知らなかった。知らないっていうか言われてみればそうだなって思うよね。そうですね、うん、で俺だって知らなかったよ。よくよく書き出してみたらこれ全部巨人の名前だなって思ったわけで。あ、すごい、うん、というところなんですね。 で、でそのさっき言ったそのデスドライブスっていうのが、その現れた敵なんですが、あれですね、寿命がない無期生命体なので死の概念がないので、自分が望む形での最上の死を遂げるために滅ぼしてくれる生命体を探して宇宙を漂流して地球、今回は地球にやってきたというところっていう感じなんですね。で、その母艦がその分かれて塔になって地球に突き刺さって、そこに一つの塔に対して指揮官があって、あとは兵隊がいるっていう構成になってるんですが、そのオアフ島で最初に構成したのはスペルビアっていうデスドライブスの指揮官なんですが、これっていうのはキリスト教の7つの大罪のうちの一つの傲慢っていう意味を表すんですね、スペルビアっていうのは。なのであと7つの柱があるっていうのはキリスト教の7つの大罪になぞらえた指揮官がいるということになるわけですよ。これもうめっちゃ深くなってきてるんですよ、話が。なんかちょっと
すごいでしょ。はい、なんかすそんなに一気に深くなってきたでしょこれ、はい、それになぞらえたキャラクターというか性格を持っている指揮官が一つの党ごとにいるってことだよね。ああなるほど。でただ俺不思議に思ったのはそのスペルビアを一回倒した後にあと7つ残ってるってことは8つあったってことになるわけですよ。うんうん、で8つってキリスト教は7つの大罪だけど実はですねこれはキリスト教の7つの大罪の元ネタになった8つの枢要罪っていうのがあるんですよ、はい、8つの枢要罪っていう法を元ネタにしてるらしくて、あじゃあそっちからそっちキリスト教よりもさらに前の話6世紀よりも前の話をしてるわけらしいという、すごいんだよねこれが。すごい。そうでそこでスペルビアっていうのは、まあ、いわゆる傲慢っていうのがいるんですが、7つの大罪っていうのはまああのあれじゃないですか、まあ7つの大罪っていう漫画もあるし、はい、あのデビッド・フィンチャーの映画のセブンっていうのも7つの大罪をにこうをなぞった殺人事件が起きていくっていう話だったりするので、はい、有名なんですが、8つの枢要罪っていうのはそれを結構そのいろんなその8つのやつを合流させて同じ罪に統合して なおかつ最終的に嫉妬という概念を加えてるっていうものなんですよ。なので、まあ、そういうところを読み解いていくとひょっとしたら、誰かと誰かが融合して一つの罪になる可能性も出てくるなという。なるほど。で、まあ、その話は後々するとしてね、でこのブレイバーンってネットのなんか評判としてはこんなの見たことないすごいってみんな言ってる反面気持ち悪いって言ってる人がいるわけですね。気持ち悪いっていうのはそのやっぱりなんて今までとない今までにないそういうそうなんかね設定にあのやっぱり動きとかがいちいちなんかなんかぬめぬめして気持ち悪いっていうかそのなんていうかそのロボットが人間にこの愛憎をこう表現するのも気持ち悪いみたいなのもあるし、ああなるほど。これっていうのは私的には非常に既視感があって、はい、機動武闘伝 G ガンダムを彷彿させるんですね。あそうなんです。そうですよ。機動武闘伝 G ガンダムっていうのはなんかそのあのパイロットたちがなんかすごい気持ち悪い動きを して愛を語ったりなんかしながら戦うんですよ。そうでなんであれっていうのは最初見てて今までのガンダムと全然違うしこれガンダムって名乗ってほしくないな気持ち悪いな嫌だなって思ってたんですがだんだん見ていくうちに一周回って気持ちよくなってきてなんかあの終わるのが寂しくなるぐらいの吹っ切れ方がしたんですね。だからそれぐらいその G ガンダム以来の気持ち悪さを感じてるんですよ今。ああじゃあもうその系譜というかそうっていうそっちなんです、ね、そうプラスですねそのブレイバーの気持ち悪さの正体は何なのかっていうのはあの、はい言葉は通じるのに意思の疎通が効かないということですよね。ああ、なるほど。あの一方的に喋ってくるじゃない。確かに。こっちの意見は聞き入れずに自分の言いたいことっていうか、なんなら最初の方は食い気味でくるじゃん。聞きましたね。ね。で、だからそして勇に対して一方的に愛を押し付けてくるわけですね。押し付けてましたね。これっていうのは。我々がよく知っているオタクの性質そのものなんですよ。うんうん、オタクの人っていうのは愛してるものに対してめちゃくちゃ早口で一方的で
意思の疎通が効かないぐらいなんですね、うんうん、それはもう自分もそうなんで、まあ、その辺は分かるっていうだし、うん、だしこのプロットが結局その、ピンチに現れて地球を救ってくれて主人公と融合する、これっていうのはウルトラマンのプロットなんですよね。あーなるほど、うん、なのであらゆるいろんなこれまでのサブカルというか特撮とかアニメとかそういった要素を現代劇にすごい昇華してるっていう感じが読み取れるんですねこれね、うんうんうん、でそう考えるとそこにその、LGBT の概念も入ってくるとするならば非常に最先端を言ってる作品だと言えるわけですね。なるほど、うん、でも最終的になんだかんだでブレイバーが何とかしてくれるっていう感じがずっと続くじゃない？続いてますね。そう、これっていうのが、まあ、私が感じたのはもう究極のデース・エクス・マキナアニメなんではないかと思ってまして、ほうほう、このデース・エクス・マキナっていうのは、戯曲における機械仕掛けの神様が最終的に出てきてなんやかんやでうまくいきましたとさっていうやつっていうオチっていう流れなんですよ。わかりやすいところで言うと映画のアンパンマンとかでバイキンマンに街がめちゃくちゃにされました、なんだかんだでバイキンマンやっつけました、不思議な力で壊された街が元に戻りましたってやつ。ああなるほど、ああいうそういう無理やりなエンディングあるじゃないですかあのプリキュアとかにもあるような、はい、あれっていうのがデウス・エックス・マキナなんですよ、はいはい、これがあのブレイバーンにも、まあ、踏襲されてるよっていうところがあって、はい、なんだかんだでブレイバーンがとなんとか敵を倒してくれって、だから一発でだからほぼ全滅に近かったのにブレイバーン登場で一気に一発で相手の塔を仕留めるみたいな、そうですね、流れもある、っていうこともあって、まあ、そういうところもちょっとわざとやってるんだろうなっていうところです。あえてそういう演出でやってる、うん、やってるし、その、まあ、歌のくだりもしっかりだし、そのドイツ語も喋れますみたいなところとか食い気味で話したりとか、まあその化学交渉ですよね、あんだけの動きをして中の人は 9G を超えてるんだけど中の人どうなってんだみたいな、メカニックの女の子言ってたりしてたでしょ、はい、だそういったロボットの化学交渉とかもすっ飛ばしてるっていうのも面白いし、その、熱いパトスって言ってみたい、これエヴァンゲリオンの、はい、歌詞を言ってみたいとか、はい、このあいつには乗りたくないっていうプロットもシンジ君の流れだし、はい、でまあ名言ですよね、すまない君を乗せることは生理的に無理だっていうで衝撃でした。これは多分近親相関になるからなんですよ。あーなるほど、多分スミスとブレイバーンは極めて近い存在なので、はい、それは乗せられない、だから生理的に無理だって言ったと思う。あーなるほど、うん、ちゃんと意味があったと俺は思ってる知らんけど、いやでも確かにここまで聞くといよいよどういう終わりにするつもりなのかが分かんなくなってくるというか、そうなんですよ、あのエンディングの意味もそうなってくると、これはイサミとルイス・スミスの物語なんではないかって気がしてくる、うんうんうん、とか、まあ、まあそこはまた置いといて、面白かったのはあのイサミが必殺技のなんか言おうとしたら違うって必殺技の名前が違う言ってみたいとか、まあ、そのとかね、あとあの亀の産卵のシーンは、まあ、ルールがあれからね、そのなんだっけ、スペルビアから排出された時のもう産み落とされたっていうメタファーにもなってるだろうし、だしブレイバーの中っていうのはいわゆる
あれなんですよ、子宮なんですよ、子宮。あれ、あの構造を見ると分かるんだけど、はい、あのイサミの周りを囲んでるのは骨盤なんですね。あ、骨盤でイサミの後ろにあるっていうのは卵巣なんですよ。2つあるんですよ、はいはいはい、っていう構造になってる。でイサミの中はいつだって快、あ、だから私の中はいつだって快適だと言ってるところもあるし、そのあの水圧で潰れてしまうためにあの羊水みたいのでこの水中戦の時にあのイサミを入れるじゃん、あのダワーって溺れねえみたいな言うじゃんか、はい、でもこれは肺に満たされれば活動できるっていうわけですよ、ブレイバーは。これっていうのはエヴァの LCL なんですよね、うんうんうん、エヴァに乗る時のあの液体と同じなんですよ。だこれもオマージュ入ってるしっていうね、はい、うん、でその LCL に肺満たされて気を失ってる時にこの呼び起こされ音何起こされてせっかく気持ちよかったのによっていうのはもう要するにこの羊水の中に浮いてるこの胎児の状態になってたっていう、はい、あ、それが気持ちよかったんですよ。そうそうそう、せっかく気持ちよかったって言ってすごいですよね。なるほど。で、でイサミとルイスはルイス・スミスは本当はこのバディなので、はい、最初の頃はルルに嫉妬しているわけですね。だからツンケンしてるわけですよ、イサミは、はい、っていう流れもあったりするわけですよ。で、イサミと俺は私はソウルメイトなだからなみたいな言うブレイバーの、はい、言ってました。全て彼は未来から来て知っているんではないかと思うわけですね。でボクシング会があったりとかその 3D プリンターのことビルドバーンでねなんかそのサポートこの距離を近づけるサポートしてみたりとかするわけですね、はい。でもこの時ボクシング会の時にBL 好きなね、ミュウちゃんがねなんかもう鼻血出してましたけども、よかったですねあれはね股間をすり合わせるところにすごい興奮してたしてましたよね。興奮してグリグリしてグリグリしてるのよかったですね、あの時のボクシング会の時笑っちゃったのはあの上級総長がレフリー全く仕事せずっていうさ全然ダウン取らない何もっていうあの会話面白かったな、うん、でイサミが強かったっていう話でルルが、キックして海に落とすシーンはあれはライダーキック、足が光って、キックするっていうのはあれは仮面ライダーのライダーキックのオマージュだろうし、いやもうだからそういったシーンが満載ですごい作品なんですよ。そして俺は面白かったなと思うのがブレイバーンとこのイサミのこの慣れ初めじゃないけどそういうのを語ってみんながうんざりしていくシーンがあるじゃないですか。そうで「チャプター1」っつって「出会いそしてつながる」なんだっけ、ね、結ばれる2人そしてその後チャプター2って絡み合い溶け合う2人これ多分チャプター3以降もあるんじゃないかなってちょっと思ってるんだけどすごいよねギャグなのかなんか分かんなくて、でここで7話でまた話が あるんだけど、ルイス・スミスは全身脱毛をしているということを、全身脱毛をしているにもかかわらず脇を隠しているっていうのをブレイバーンだけが知ってるんですよ。これは本人でしか知り得ない情報なんですね、うん、で、とかね、
まあ、あと面白かったのはあのバーンアクスっていうあのビルドバーンで 3D プリンターで作ったやつがそこであの説明しようって言ってやるっていうのを、これは仮面ライダーのオマージュなんですよね。とかあの脳波で動くっていうのはこれはガンダムにおけるサイコミュっていうやつのあれのオマージュだしっていうところなんですけど、で、ここまで、コミコシャ見たと思うんですが、私的には、8話まで見たので、まあ、そこで、また話が急展開するのでそのお話をしたいと思うんですが、このルイス・スミスはあの7話において、中尉に任命されて小隊長を任命されるわけですよね。なんで小隊長の小隊の名前を考えましたっつって、ブレイブナイツっていう部隊を編成するわけですよ、はい、でそういうことでそのブレイブナイツはイサミとブレイバーンを全面的に補佐するっていうことで、そういうことをイサミに伝えて、イサミとルイスにここで友情が芽生えるんですね。でそのアライドタスクフォースというその、AATS ATF っていう部隊っていうのはそこでちょっとこの結束が強まるわけですよ。なんで、で今度、日本からあれをまず物資を補給して、日本の自衛隊の他のメンバーとかも合流して、今度は海を経由して希望法を巡って今度ヨーロッパに行くっていう流れなんですが、その時に党がですね、その前にあれか、クピリダスが出てきたね、7話に。出てきましたね、クピリダスっていうイノンテスさんがやってる、ちなみにスペルビアはあれですね、杉田智和さんですね、声は、はい、銀玉ですかね、銀さんですか、はい、でクピリダスっていうのが、出てきまして、このクピリダスっていうのは強欲なんですよ、強欲を意味するんですね、うんうん、なんで今までこれまで傲慢と強欲が出てきたんですね、これは7つの大罪にある話なんですね。でスペルビアは途中でそのなんかブレイバーンが喋れるように翻訳することによって地球語が喋るようになったんだけど、クピリダスが突然日本ちゃんと喋れるのはちょっと不明ですっていう話そうで、まあクピリダスは、まあ、A パートで、倒すことができたので、まあちょっとあれっぽいんだけど、モブっぽい感じだけど、まあ自分の理想の爆発をよこせっつって、ね、爆発してほしい、させてほしいっていう、要するに望む死を欲しいっていうことですよね、うん、っていうのがあったんですが、今度8話に置いて今度一気に3つの党が同時に出てきて3人の幹部が出てくるんですよ。急に党が3つ同時に出てくる、急展開するんですね。でそこで出てきたのがバニタスっていう幹部、これバニタスっていうのは虚しさを表してて、展示でナルシズムとかを意味してるわけですね。でこれっていうのは、虚飾っていわれるその要するに飾り立てることの虚しさ、はい、これっていうのは8つの枢要剤に入ってるんですね、はい、でもこの8つの枢要剤のこの虚飾っていうのはやがて傲慢に合流するんですよ、6世紀に。なんでひょっとしたらこのバニタスというのはこのスペルビアと合体するのかもしれないなと思ったわけです。わかんないけどね。でちなみに声は緑川光さん、ですね、緑川光さんといえばもうかつてのヒーローボイスのほぼ全てをやっている音体ですね、はい、この間はまではグリッドマンやってましたね。あ
なんかもう結構あらゆる作品に出てる。あらゆる作品出てます、あ出てます、だし、もう一人出てきた幹部が、ペシミスト、ペシミズムですね、ペシミズム、これ悲観ですね、悲観、悲観、悲観するっていうやつですね、うんうん、いわゆる、まあ、憂鬱とかにあの8つの水溶剤における憂鬱ってことですね、うん、っていうのがあって、この方の声がチャ・フーリンさんですね。チャ・フーリンさんはあのめぐれ警部とか、うん、今で言うとサザエさんのあれですね、波平さんだったりとかしてますね、で有名は声優がめちゃくちゃ急に出てきたんですよ。ですね。でこれが今度極めつきがですね、そのうちの一角がですね、クーヌスという、幹部が出てくるんですけど、これ女性幹部なんですよ。クーヌスっていうのはラテン語で言う、娼婦なんですね、はい、いわゆる色欲を表している色欲ですね。でクーヌスの狙いっていうのはまさに、ルイス・スミスなんですよ。なんでですか。ルイス・スミスと交わりたいと言っている。しかも声優さんが田中敦子さん。うわ、これはですね、降下機動隊の草薙元子隊長、隊長じゃない、少佐、ひいては最近はあのフリーレンの師匠さんですね、っていうすごい声優が出てきて、でルイス・スミスは分かっ、ね、そこまで言うんだったらあの お前と融合してやるみたいな感じで、融合というのは要するにその殺してくれということじゃないですか、この人たちのデスドライブスのあれは、うんうんうん、なんであの道連れに一緒に死ぬことがこの交わるということらしいので、クーヌス の要求通りにルイス・スミスはあのクーヌスをと道連れに大爆発を起こすっていう8話で終わりを迎えるわけですよ。でそこであの勇気爆発バーンブレイバーンのこのタイトル回収するわけですよ。要するに勇気ブレイブレイブで爆発でバーンするのでブレイバーンなわけですよ、うんっていう、ブレイブがバーンするから勇気爆発っていうねっていうのを身をもって、ルイス・スミスは体現して、他の隊員の命を助けるためにこのクーヌスに突っ込んで爆発して消えていったっていう終わり方をするという、すごいこれ9話以降どうなっちゃうのっていうすごい、感じで待ってます今のところね。早く見たい。そうで、じゃあここで残り今8話まで終わって9、10、11、12だと4話のうちにこの8つの水溶剤で出てないやつがいるんですよ、はい、それが暴食と憤怒嫉妬なんですね、うんうん、で暴食と憤怒はまあなんかわかる気がする、なんかすごい強欲なやつが出てきたりとかめちゃくちゃ怒ってるやつが出てくる。だけど俺はルイス・スミスは嫉妬のデスドライブスとして生まれて変わってくるんではないかなってちょっと思ったりしてる。ああ、なるほど。要するに自分はヒーローになりたかったけど自分は選ばれなくて勇が選ばれてしまった、俺はサポートに回るしかなかった、本当は俺がヒーローになりたかったのにルルにもヒーローのかっこよさを解いたことによってルルは人間性を手に入れてきた。でも、うん、っていうことでそのクーヌスと交わることによって自分嫉妬の権化としてルイス・スミスはひょっとして敵として現れるではないかなって気がしてくる。となるといやめっちゃ良くない？めちゃめちゃ面白いだなーってちょっと思ったり、まだ全然外れてるかもしれないが、まあ、それはそれでなんか、うん、扱うテーマがめちゃくちゃいいテーマで来たなって思ったわけですね。
その現代劇と古典といい塩梅でなんか混ぜてきたなっていういろんな要素をね、これまでのサブカルのシーンとかコメディね、あの LGBT、とかヤオイとかもうあらゆるジャンルを詰め込んで、でも締めるとこは締めてすごいシリアスに、そうやってねこの七つの大罪みたいなところのテーマにも出してくるしっていうところで、これからますます目の離せない勇気爆発バーンブレイバーンなんですけども、いかがですか小見越し、これ。いやちょっと単なるギャグアニメだと思って見てた。いや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 、とんでもないものを見せられてですよ、実は我々は。ね、はい、なのでこれはあと4話、あと4話刮目して見るしかないというところでもって、もう3月入ってしまいまして、バーンブレイバーンも後半戦になってきましたが、まあ今後どうなるかはちょっとね、楽しみに、したいと思いますね。はい、はい、というわけで今日はですね、小麦越とバーンブレイバーンを半分ぐらい見て、あのこの今までのおさらいとこれからどうなったらいいなっていうやつを話してみました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。